長野県伊那市で不動産投資をしております唐拓でございます。あんまり長期間空くってことはなく、常に満室な状態でございます。最安値で入居してもらうっていうポリシー、安く貸しても商売が成り立つ。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。皆さんこんにちは。この動画は先輩大家さんが所有している物件に楽町スタッフが突撃、物件を案内してもらいながら購入判断のポイントやリフォームのこだわりを先輩大家さんから教えてもらう企画です。先輩大家さんのノウハウが詰まった動画ですので、ぜひ最後までご覧ください。本日物件を見せてもらうのは、不動産投資歴12年、長野県伊那市を拠点に不動産投資を行う唐拓さんです。現在はアパート32棟、戸建て36棟を所有、すべての物件を自主管理で運営しています。年間家賃収入は約1億300万円、税引き後キャッシュフローは約2400万円に上ります。長野県伊那市で生まれまして、高校卒業で伊那市は出たんですが、それまでうちの父親がアパートを少し持ってまして、そのアパートを継ぐというところになりまして、2011年31歳の時にまた伊那市に戻ってまいりました。地元に戻るってなかなかハードル高いなというふうに思うんですけれども、はいはいはい、その点はいかがだったんでしょうか。そうですね、そのちょうど戻る2年前に不動産投資をやろうと決めまして、2年間東京に不動産の勉強と実際の現場の勉強しに行ってたんですが、戻ってくる数ヶ月前のタイミングで父が心筋梗塞で1回倒れまして、それが戻ってくるきっかけとなりました。自然が豊かで気候も穏やかだなって感じるんですけれども、はいはい、伊那市の魅力はどういうところにあるんですか。夏こうやって30何度とか上がるんですが、乾燥していて住みやすい、日陰に行けば涼しい、自然も多くていいところでございます。伊那市の魅力もお伺いしつつ、今日物件いろいろお伺いできればと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回紹介いただく物件について教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、こちらのアパートになります。で、こちらのアパートですが、古い昭和49年築の、アパートと、奥にある比較的新しいアパートの、2軒こちら一括の、購入となりました。購入されたのはいつ頃になるんですか。購入がちょうど、2014年、9年ぐらい経ってますかね。この物件の購入価格をお伺いしてもよろしいですか。はい、購入価格が2棟の一括で7000万円でございます。こちら比較的新しめの物件になります、ね。2007年築の、RC の物件になります。全部で12戸、間取りは 2DK になります。3階建てで各フロアに4世帯あるアパートでございます。こちらの RC の物件が6000万、木造の物件が1000万になります。利回りは、約ですね 10% になります。今入居状況は、あ、満室でございます。満室は購入されてから結構ずっと。そうですね、入退去はあったんですが、購入してから あんまり長期間空くってことはなく、常に満室な状態でございます。購入時物件を初めて見たかと思うんですけれども、はい、その時のこの物件の第一印象をお伺いしてもよろしいですか。はい、それまではRC 物件にはあんまり興味なかったんですが、話が来まして、おRC もいいなというふうに感じました。管理とかメンテナンスを考えますと、木造とか軽量鉄骨ばっかりだったんですけど、見るといいなというふうに感じました。物件購入時に、まあ、内見もされたかと思うんですが、はい、この物件の非常にいいなと思った点はどういったところだったんでしょうか。そうですね、実は こっちの、物件に関しては満室だったんで中は見れなかったんですよね。ただ写真を見せていただいて、やっぱり綺麗だなと感じたのと、作りも今時っぽかったのでここだと決めました。はい、こういう物件の中では築年数は非常に浅い物件にはなるんですか。はい、この物件だけ唯一浅い物件で、他は全て30年以上の物件ばっかりでございます。物件の立地や、まあ、駐車場だったりとか、はい、そういった物件の外回りで、はい、非常にいいところはどういったところになるんでしょうか。エリアの特徴としましては車社会なので、場所っていう
こだわりは住む人にとってはそんなにない、本当に街中飲み屋街に近いところに住みたいっていう人以外はもうみんな車を持ってますのでこだわらない人が多いです。であとは職場にどのぐらい近いかっていう形にはなるんですが、もう車なのでむしろ職場よりちょっと遠い方がいいとか、あとは周りにその緑が多い方がいいとかっていう選択肢になりまして、でこちらの物件はちょっと入り組んだ場所にあるので、あの目立ちにくいっていうところで選ばれる方もいらっしゃいます。駐車場はちなみに何台分？駐車場は各部屋分あるのと、あとですね、実はやっぱり2台目が欲しいというところの人もございまして、あの購入後にですね6台分新たに駐車場を作っております。これは隣の人にそこの駐車場の部分だけをあの切り売りしていただきまして、あの駐車場を作ったという形になります。購入後に別途交渉をして購入されたんですか？そうですね、間に不動産屋さん入っていただいたんですが、あの臨時の人に交渉して、譲っていただいた形になります。その交渉は結構スムーズにいったんですか？希望を伝えてから時間はちょっとかかりました。1年ぐらいかかりましたが、あの最終的にはあの売っていただいた形になります。この広さで100万円でございます。相場通りですね。今はなんかどういった属性の方が住まれていらっしゃるんでしょうか？半分の6世帯は買った時のまま住んでいただいている方で、入れ替えがある6部屋はファミリーであったり、あとは一人で住んでいる方も結構多くいらっしゃいます。実はですね、このアパートに関しましても、まあ、相場より安く買えたと思ってるんですが、その要因の一つとしまして、もともと住まれてた方が相場より安い家賃で入居されてたということがございます。ちょうどあの購入が2014年だったんですが、2008年9年ぐらいのリーマンショックの影響で一時ですね、この RC の物件の入居者が企業の借り上げで使われてたみたいで全員退去されたという背景がございました。でその後その前の大家さんが空いていてももったいないので結構安い家賃で入居付けをしたという経緯があったみたいで、なので私が買った時 の、 あの入居者の家賃っていうのが本当に築7年の RC2DK で3万円台で住んでいらっしゃった状況でございます。まだですね、3万円台で住んでる方がその半分いらっしゃるという状況でございます。周辺の家賃相場、はい、2DK はどれぐらいなんでしょうか？5万円台は家賃取れる状況でございます。入退去がある時にはあの家賃を上乗せして募集をしている形でございます。家賃交渉は更新時にもできると思うんですけど、そこはなかなか難しいんですか？そうですね、今住んでもらってるあの方にいろいろ手間とかもかかってきて、住んでる方も気を良くしないっていうところもあるのかなというところもありまして、安く住んでもらってる方には家賃据え置きで更新をしている状況でございます。入退去もあったかと思うんですが、はい、その際は家賃はしっかり上げてらっしゃるんでしょうか？そうですね、あのしっかりというレベルではないんですけど、共益費2000円なんで合わせて4万6000円であの募集をして決まっている状態でございます。相場まではいかないけれども、はい、まあ、1万5000円近くは値上げできているということですか？そうですね、そのような状況でございます。購入後に修繕が必要だな、少し手を加える必要があるなと思った箇所は何かありましたか？築浅だったので特には、修繕の箇所はなかったんですが、一つ屋根がですね、防水シートがあるのでゴムになってます。雨水が流れていくように傾斜は少しあるんですが、どうしても一部に水が溜まってしまう、鳥がやってきてその水飲み場みたいになってつっつくんですね、あの防水ゴムを。防水ゴムをくっつっつくと雨漏りの原因になると。1階3階建てなんですよ。3階の部屋に雨漏りが起きまして、どうしようもないので年に2、3回ですね、あの登ってみて新しい穴が開いてないかチェックをしている状況でございます。その雨漏りが発生した時は対応はどのようにされますか？対応はですね、部屋の中は特にそんなには影響はなかった
ったので入居者さんにはその雨漏り水を拭いといてくださいねっていうだけで済みまして、で私は屋上の補修をしたという形でございます。この補修はご自身でされたんですか？あ、そうですそうです。あの穴が 2,3 個あったんですが、あの業者に頼むまでもなかったのでコーキングで埋めて完了でございました。じゃあそこまで費用かからず？あ、全然費用はかからず、はい。じゃあ購入後まだ外壁だったり屋上防水っていう大規模修繕等はされてらっしゃる？はまだしてないですね、はい。これからされる予定はありますか？そうですね、劣化の状況にもよると思うんですが、ひどくなってきたら大規模修繕は検討したいと思います。収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。 RC となるとやっぱ他の木造鉄骨よりかは費用がかかるかなと思うんですけれども、はいはい、その点少し心配はあるんでしょうか？そこまで心配不安視はしてない状況でございます。まあなるようにしかならないかなというふうに思っています。物件の室内についてもお伺いしたいなと思っております。はいはい、物件の室内を初めて見た時の印象いかがでしたか？初めて見たのは退去の際に見たんですが、一回ですねその部屋の中でタバコを吸われてた方がいらっしゃいまして、もう白い壁が巻き木っていうことがありました。でその時は塗り壁だったので塗装屋さんにお願いしてペンキを塗ってもらいました。その時が室内修繕だと一番お金がかかっている？そうですね、ただ知り合いの塗装屋さんだったのでクロスの張り替えより安いぐらいの金額で塗装していただきました。鉄筋コンクリートなので結露が部屋の中の湿度が高いと結露が出やすいので、なんか特殊な塗料を塗らないといけないというところで、もう業者にお願いするしかなかったというところでございます。その他退去があった時とかは、はい、そこまで大きな修繕にはなってない？はないですね、はなく来ています。室内で感じたこの物件いいなと思ったポイントや、はい、もしくはここをもしかしたら直す必要あるなって思ったりありますか？なるほど。必要最低限のここのアパートに関してもの設備しかないので、例えばインターホンがテレビモニターではないなくもう押すだけであるとかなので、まあ、将来的に何かやるとしたら、まあ、そういう部分かなとは思うんですが、まあ、ただ満室が続いているので特にそういうこともやる必要もなく開けばすぐ決まる形でございます。簡単に物件の周りを見ていきたいなと思います。そうですね、今満室なので部屋の中は見れないんですが共用部分を、はい、ご覧いただければと思います。こちら階段になります。こういう内側にある階段ですと結構ホコリがたまりやすくなっています。共用部分の清掃は元入居者で掃除をやりたいっていう人が一人いらっしゃいまして、アパート10個ぐらい清掃をお願いしてまして、先週の日曜日にその方1回掃除多分してくれていると思います。非常に綺麗ですね。そうですね、やっぱり掃除しないとこういう隅とかにホコリが結構溜まってしまう感じでございます。アパート10個ぐらい回っていただいて月1万円でやっていただいているので助かってますね、はい、お願いしてやってくれてます。アパートの中でも共用部分やらないといけない物件とやらなくてもいい物件っていうのもあるんですよね。こういうふうに内側に階段があるとやっぱり溜まりやすかったりするのと、あとやらなくていい物件はもう共用部分が少ない物件、まあ、そういう物件は、まあ、入居者がやってくれたり特に私もやらなかったりしています。水道関係はどんな感じなんですか？直結ポンプなんですか？これ。そうですね、受水槽とかなく水道が各部屋へ直接行ってます。あ、いいですね、はい、それだといろいろ工事の手間もなく。そうですね、はいはい、メンテナンスとかもなく。そうですね、これはガスですか？ガスですね、プロパンガスです。もうこの上田地域は大体プロパンガスですね。エリア的にプロパンガス選択しかないっていう？選択しかないですね。1棟目の物件の年間収支はこちら。
では続いて2軒目の物件に移っていきます。はい、物件のスペックについてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、こちらは、裏の RC の物件とセットで買いまして、木造の8世帯、間取りは 2DK でございます。こちらは、合わせて7000万のうちの1000万の割合で購入いたしました。昭和49年築なので49歳ぐらいになる物件でございます。表面利回りは満室時 28% でございます。購入時の内見のご状況についてなんですけれども、物件を見た第一印象をお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、築年数の割に元の所有者の方が、手を入れてくれておりまして、その購入時一部屋空いてたんですが、中もフローリングにリフォームであるとか、お風呂トイレもリフォームされておったので、あとはクリーニングするだけで、募集に出したらすぐに決まりまして、すぐに満室になりました。その後結構満室は長く維持されていらっしゃるんですか。そうですね、こちらの木造の物件も入退去いくつか続きながら満室になってます。まず外回りについていろいろお伺いしていきたいんですけれども、はい、結構外壁綺麗だなって印象を持ったんですが、はい、築50年近くを感じさせない状況だとは思います。外壁塗装は直近でいつぐらいにやったんですか。これはね、この9年間はやってないので、前の所有者の方がいつやったのかっていう状況なら、そのレベルですね。それは上さんから聞いてらっしゃる。特に聞いてなく、はい、外壁は結構まだ新しいかなと思う一方です。はい、鉄骨のところが若干錆びてきてるかなっていう印象ですかね。そうですね、そんな感じはしますね。外壁塗装、外壁周りでその修繕だったりとか、はい、補修の予定等はあるんでしょうか。今のところまだ大規模な修繕の予定はない状況でございます。やばくなってきたらやっていこうかなという形でございます。この物件の属性といいますか、はい、入居者さんの情報を簡単にお伺いしてもよろしいですか。はい、この物件も本当に 2DK としてはもう最安値ぐらいな家賃条件で募集してますので、安い家賃を求めて来られる方が多いです。単身の人が半分ぐらいですね。あとはファミリーの方と外国人の研修生が複数人で住んでる部屋、そんな感じな内訳になってます。3万円なんですけど、一人暮らしでも借りられる家賃帯になっているので、単身で住まれてる方が本当に半分っていう形で、ね、家賃帯でいうと RC の物件とここまで変わらない家賃なんですか。そう、実はそうなんです。駐車場は一応何台分あるんでしょうか。一応各部屋分ある形になってます。このアパートの前も敷地がここまでなので、ちょっと敷地はみ出さないように軽自動車でしたらこの物件の前に止められる形になってますので、そういうのでやりくりしております。じゃあ物件の前に車が止められると。そうですね、1階の方は止めている形になります。こちらが今空いている物件でございます。どうぞ。壁がちょっとボロボロなんですが、家賃が3万円であれば入居者がつく、築30年以上であれば利回り30、築10年だったら利回り10までいってもいいかなっていう、そういう基準があって、買わないという選択肢はないと、いくらなら買いますっていうボールを投げると